美少は、横光リーチの短編小説。横光の遺作で、晩年の傑作と言われることの多い作品である。作者死後の九百四十八年、雑誌、人間一月号に掲載され、単行本は、同年三月二十五日に、斉藤書店により観光された。海軍の武器研究生に引き抜かれた数学の天才青年との出会いから、ある俳人が彼との心の交流。 別れまでを綴った物語。敗戦の色濃い大東は戦争末期の日本の焦燥を背景に、日本の絶対的勝利が確実となると信じ、高戦勝者兵器の夢を語る青年と、彼の美しい美少に見せられた敗人の心の奇跡が綴られ、戦中を真摯に生きた者たちの叙情が描かれている。火事という名前の横光リーチ自身らしき人物を主人公にした、いわゆる 家事物の一つである。家事物には他に、厨房日記、終点の上で、回復期、消しの中などがある。登場人物の天才青年、墨か方は、イブセマスジの階層や、わしお洋蔵の階層によると、モデルとなった青年がいて、その科学者の手で進行しつつある、素晴らしい新兵器の話を横光から聞かされたという。横光の弟子の一人であった、石川敬老は、 住みか方のモデルを次のように指摘しつつも、その青年の話一切が虚偽であったことを回想している。鶴トーク者である泉里と親しく付き合いつていて、三里の弟子に斉藤という定大の学生がいた。配合を頼まれて私は、あずさ方と名付け親になったが、その仕方は海軍将尉の軍服を着、探検を下げていた。先生の晩年の小説、美少の主人公が、 あズサ方になるわけだが、彼はしきりと横光先生に相手がつた。微笑を読んだ人たちには説明するまでもないが、ある種の電光発射機を発明し、その光線に到達した敵機、軍艦など一瞬にして破壊されるという。現に、泉里たちの横須賀区会へ集まる人たちの中に、海軍の高級事務官がいて、アズサ法の発明の話に同調していたのだ。 いよいよその電光発射器が実物され、二階級、特進の栄養へ、天皇の御前でお言葉をいただいたといい、二十歳、そこそこのあずさほうが、大尉の襟章をつけているのを私も見ている。ちょうど私の店へ訪ねてきたあずさほうを連れて、ある日、先生に、お目にかかると、軍人らしい正しい例の後、いきなり、先生の表札が、どれくらい盗まれましたか。 私は4枚持っております、と方言し、続いて、アインシュタインの相対性原理について臆することなく、先生と議論を交わす。あずさ方の案内で、水耕車へ車を飛ばし、特攻隊の特別食堂ではなかったけれど、小、左官食堂で、柔らかい微物的のほ四45品、洋食が選ばれ、先生は、日本酒、私たちはビールを飲んだ。その夜先生を、 主品の俳句会が催される、宇治え守る宅へご案内すると、そこに思いもかけず吉谷信子氏がいて、先生はにわかに不機嫌になった。あずさ方の話一切が、嘘にせと分かつたのは、終戦直前だつた。自己弁護になるが、終戦後、私はそのことで、あずさ方のことで、横光先生を訪ね、お詫びしたことがある。みんな、夢を見ていたんですよ。 しかし、あずさかたくんの、あの微笑を思い出してみたまえ、今日だって、僕たちは、一緒に釣られて笑いたくなる。ねえ、くぎ、掃除やないですか、一頃言われただけだった。石川敬郎改装の文学歴有書室誌においては、GHQ、スキャプの検閲で、大幅修正が入ると判断した、雑誌編集者が、自己検閲を行ったために、 横光の直筆原稿とは違っているが、単行本では横光の原文通りとなっている。これは自己検閲に推移したことによって GHQ 検閲官がすべてに目を通していなかった可能性が想定されている。なお、同時収録の中央日記は不許可と検閲されて2.26事件の勃発が欧米の植民地圧迫による影響があったと。 書かれている部分が再版から削除開口させられた。また戦前から書き継がれた未完長編、旅修や夜の靴も検閲され、不正字は絶対に許されず、削除の後をとどめないように訂正するように強制開口させられていたことが、当時の担当編集者の日記やプランゲ文庫書像のゲラズリの存在から確認されている。このことがあったことで、美少は 雑誌掲載時に編集者が自己検閲したのだという。晩春のある日、廃人の家事は同じ廃人の鷹だから弟子の青年へ色紙を書いてほしいと頼まれた。青年は廃合を住みかかたという21歳の低大生で数学博士だった。その天才ぶりから横須賀の海軍に研究生として引き抜かれ、特殊な光線武器の開発に携わり、常に 海軍や憲兵に見張られ、その息抜きで、高田の区会に参加しているらかった。火事は、暗い日本を救う一流の希望の光にすがりたい、思いでその青年の訪問を待ちわびていたので、学生服でまだどこかワンパク少年の面影の残す、無邪気な住みかかたの懐かしいような、美しい笑顔に魅了された。しかしこんな風に明るく談笑する彼の父は、左翼で投獄され、 そのため、代々勤農家の母の実家が母子の席を奪い返したという話を、家事は高田から聞いていた。両親が離婚していることが、住みかかたの密かな悩みであった。それは、相反する父母の思想体系という、数学の配中率にも似た、解決困難な問題だと、家事は思った。住みかかたから例の観念やアインシュタインの、 相対性原理の間違いについての話を聞くうち、カ事には、住みか方が狂人なのか孤独な天才なのかよく、わからない思いがした。だが、カ事はその日、以来、住みか方の交戦のことが気になり、もしそれが事実なら、戦争に勝っても負けても、生命の危険にさらされるであろう彼の行末が、心配になった。後日再び、住みか方は、海軍中尉の服装で火事を訪ね、 今まで命の危険にさらされ、ま一発で一命を取り留めた話などもした。その十数日後、高田のところへ憲兵が現れ、住みか方は発狂しているから彼の言うことは一切信用しないようにと注意をしに来た。家事は高田に、あの青年も僕らも狂人としておこうじゃないですか。その方が本人のためにはいいと言った。家事は、 今までの話が、ただの科学者の夢をだと思うと、空虚で残念でもあり、ほっとした安心もあり、滑り落ちていく暗さも感じた。二日後、火事のところへ住みか方か,から手紙が来た。天皇陛下から排越のご沙汰があり、寒類で散大した報告だった。そして翌日、一人で火事を訪ねた住みか方かは、間宮穴にある水耕社へ火事を食事に招待した。 住みか方は、父島で新兵器の実験をしてきた帰りだと言った。その話を聞くうちに、火事には、それが真実味を帯びて迫ってきた。祖国の価値を望んでいるにもかかわらず、もしそんな新武器を悪人が手にした日には、ことは戦争の価値負けのことでは済みそうもないと、火事は、一末の不安を覚え、相反する自分の中の拝中率を思った。六本木へ向かう都電の中で、 自分の尊敬する年上の職工を呼びつけにしなければならない苦痛を語る住みか方は家事にはとても強靭には思えなかった。遂行者に着くと住みか方は恩師の軍刀をもうじき僕ももらうんだと子供らしく言いながら家事を部屋へ案内した。将校たちは日本の敗北の濃厚な状況に皆沈んだおももちだった。食事を終え、 水耕者の中庭で住みか方は、僕はこれから数学を小説のように書いてみたいと家事に行った。そして帰り道に住みか方は、今まで死ぬことは怖くはなかったが、前日から急に死が怖くなって眠れなくなった。僕はもうちょっと生きていたいと家事に打ち明けた。秋風が立った頃、住みか方の学位論文通貨の宿学会が横須賀の技師の家で開かれ、家事も招かれた。 庭の外には、憲兵が見張っていた。その夜は2階に泊まり、火事の隣で酔って眠る住みか方のへそが見えた。そのへそは、僕、死ぬのが何んだか、怖くなりましたとつぶやく風に火事は感じた。その後、秋から激しくなった空襲で火事と住みか方は合わなく、なった。住みか方の光線もついに現れなかった。高田の情報では、住みか方は、 些細な理由で軍の刑務所に入れられ、義士は結婚した翌日に、急病で死んだという。戦争が終わり、ある日新聞に、技術院総裁談話として、我が国にも新兵器として、殺人光線が完成されようとしていたことと、その発明者の青年が敗戦の方を聞くと同時に、悔しさのあまり発狂して死亡したと載っていた。火事は、祝賀会の帰り、三笠館を見物して、 横須賀駅で別れるとき、住みか方が、では、もう僕は、お目にかかれないと思いますから、お元気でと強く敬礼した姿を思い出した。家事は、住みか方の美しかった初春のような微笑と思うと、見上げた空から落ちてくる一つの名晰判断にも似た、希望を待ち望む心が、自ら定まってくるのが不思議だった。そして住みか方が例の観念や配中率について、 語った言葉を思い出し、今でも彼がパッと笑って回転している扇風機を指さしては、こう人々に言い続けているように思われた。ほら、羽から視線を出した瞬間、回っていることがわかるでしょう。僕も今飛び出したばかりですよ。ほら、遺作となった美少は未完として終わった長編対策旅修との関連によって、その真意がより味わえるものとも言われ。 横光の最後の傑作として位置づけられている。また作中には、しばしば数学的用語が使用されているが、作者、横光リーチは、配中率的な A か B かと選択するとき、A と B の中間を行く選択はないとする、思考法則のような、第三の可能性を否定する、二者択一的思考に、反発を覚えていたと、日置俊治は説明している。篠田和氏は、 美少、これこそ、横光の文学的障害の最後を飾るにふさわしい作品である。敗戦に至ったカグル大戦を彼が、どんなに真摯に生きたかを、心の隅々まで照らし出して見せた、実にすがすがしい傑作と言っていいだろうと評している。そして、横光が挑んだ未完の長編小説、旅衆を、未読の読者でも、美少や、悲影、厨房日記、睡蓮、 消しの中を読むことにより、後年の横光文学の豊かな成熟を堪能できるとし、旅集は最後の短編、美少の中に、ようやく安息の場所を見出したとも言ってみたような作品だと解説している。川上哲太郎は、美少の青年、住みか方には、これに近い人物が実在していたと思われるとし、モデルは二十歳くらいの一高校生で、数学の天才であり、 そのために一躍海軍大佐級に抜擢され、原爆に類する新兵器を研究している。それがまた俳句をたしなみ、作者の苦会らしいものに出席するのであると述べ、その事実関係がどこまで本当かは保証しないと前置きした上で、以下のように表している。この青年が数学の天才でなくて特攻隊員であっても構わない。横光氏はこういう端正な頭脳と美しい意志を持った。 日本の青年を相席しているのだ。美少という題がそれを表し、これが戦後の作品であることの意味もそこにある。川上哲太郎、夜の靴と美少、美少について、三島由紀夫は死の晩年の作品では美少が傑作と思われ、またその文章は青春時代の叙情を読みが減らせた不思議なみずみずしさを持っていると高い評価をしている。芹沢三つは、 大東は戦争に夢を託した、横光の自分自身への鎮魂の作品だと微笑を見ている。ありがとうございます。